蛇の先橋は、秋田県横手市の秋田県道272号五所や安田線にある橋で、日本百名橋の一つである。かつての宇州街道にあたり、別名は下の橋である。横手川三峡として、内町という名の武士の町と外町という名の町人の町を結ぶ役割をなしていた。名前の由来は蛇の先園からで、そこには伝承がある。 遅くとも1669年までには橋が架けられた横手図面。洪水により、江戸時代は何度も流され、明治時代でも4度の洪水で破損や流出をしている。明治30年代には三つ橋すべてが鉄筋コンクリート橋となるが、1921年8月、東橋で穴が開くなどの事故が起き、負傷者が出た。 そのため掛け替えの検討がされたが、変更内容をめぐって遅れ、1931年に新しい橋が掛けられた。さらに2001年になって、現在の橋に掛け替えられた。教法の大基金で亡くなった人を供養するために、丸太を組み合わせて、長さ6メートルほどの骨組みを作り、外側に稲わらを編んで多い数十本のろうそくを、飾り、火を灯し、瓦に繰り出したのが、 始まりとされ、屋形船とは異なる。よ、小手の全国先行花火大会。横手市。2012年6月6日閲覧。秋田。秋田県。2012年6月6日閲覧。AB。祭り。イベント。社団法人横手市観光協会。2012年6月6日閲覧。平成24年横手の鎌倉。横手市。 2012年6月6日閲覧。秋田県協梁町寿命化修繕計画。秋田県建設交通部道路課。2012年6月6日閲覧。対象協梁ことのおおむねの次回点検時期及び修繕内容時期。秋田県建設交通部道路課。P42。2012年6月6日閲覧。ありがとうございます。